ただいま羽田空港のプレミアムラウンジです。青汁と牛乳を混ぜたら相性が抜群だそうです。プレミアラウンジのビールは何でしょう。キリンの生ビールです。そしてただいま、リポビタンデーが、無料でいただけます。いつもの、スナックミックスですね、それとトマトジュースをいただきます。 NH23、羽田から伊丹に行く飛行機ですね。機材ぶりの関係で約1時間ほど遅れそうですね。もともと乗る機材がね、JA712A ですね。スターラ特別塗装だったんですが、その機材は石垣行きに変わってましたね。シップチェンジしてましたね。ちょっと到着が1時間遅れになりそうです。NH23 便、大阪伊丹行き、定刻12時が、13時20分ですね。約1時間20分遅れました。機内へ登場しました。機材はですね、ボーイング777-200、機材番号は JA717A ですね。皆様ご搭乗まで大変お待たせいたしました。スターラインアスメンバー ANA 大阪行き23便をご利用いただきましてありがとうございます。今日はこの飛行機の機材ぶりのためご予定のある中、長時間皆様お待たせいたしましたことをお詫びいたします。機長は山田、客室のチーフアーサーは天野でございます。飛行中ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。後ほど機長用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. Welcome aboard ANA, a member of Star Alliance, flight 23 for Osaka. Our departure is delayed due to a rising aircraft. We apologize for the inconvenience. The captain command of this flight is Koji Yamada, and the chief officer is Kanako Amano.Please let us know if you need any assistance and we hope that you don't try this out. We will unite through the safety features of this aircraft. Thank you.
-800 ですね。先ほどからね、ところどころ寝落ちして画像が傾いたりしちゃってます。すみません。滑走路は羽田、16R と思われます。結構風が強そうですね。コンディションはですね、南南西の風27ノット風速、最大風速13メーター、あ、違いますね、風速、今現状の風速が27ノットで13.9メーターで、最大瞬間風速が38ノット風速19メーターですね。結構きつい風が吹いてますね。気圧は1005ヘクトパスカル。横には、JAL のボーイング777-200 ですね。機材番号がおそらくですけども、JAS の保有してた機材らしき機材番号でしたね。Airport, so our estimated time of arrival will be 2
巡航高度に達しましたね。ただいまの高度は約2万
28,000フィート。447ノット。最大速度が830キロぐらいですかね。雲がね結構広がってますね。その隙間から、青い空が伺えます。今静岡県の掛川市の上空ですね。今日のプレミアムクラスの食事はエビ、ホタテ、新庄、ハムカツ、鶏と人参のレモン風味サラダ、肉豆腐などですね。揚げナスとかもありますね。あとご飯は、茶飯、上にサンマが乗ってますね。美味しそうな茶飯ですよね。で、今日はお休みなので、ハイボールをいただきながらって感じですね。はい、駒山上空です。大勢に入りました。伊丹空港のコンディションは南西の風7ノット、風速 3.6 メートルですね。ランウェイ32レフトに着陸いたします。新大阪とか江坂あたりの上空ですね。空港に着陸いたしました。
長は皆様のお乗車が大幅に遅れ、ご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫びいたします。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを後ろに出したままお待ちください。このエリアを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機もご注意になりますが、携帯電話での通話が周りのお客様のご迷惑になりますのでお伝えください。飛行機は11番ゲートに向かっています。スターラインアクセンサー提言をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗もお待ちしております。787、登録番号 JA821A が駐機してますね。定刻から、約 1時間20分遅れで伊丹空港へ到着しました。伊丹空港で手荷物、